皆さんおはようございます。現在時刻6時24分ですね。はい、いやちょっとね、あまりにも寒すぎるのでちょっと朝からやってるお蕎麦屋さん行きたいんだよ。ちょっとお蕎麦食べてからサイクリング始めていい？皆さんこんにちは、シュガさんです。今日のサイクリングは東京都内桜巡りでございます。今日は東京の桜の名所を6カ所回っていきたいと思います。スタートは上野駅になります。ルートは番号順に進んでいく形となっておりまして、上野駅からスタートして江戸川公園、千鳥ヶ淵、目黒川、仙台堀川公園、隅田公園、上野公園と巡っていきます。都内の道はわからないことが多いので、今日はちょっとビンディングやめて普通のスニーカーでサイクリングしてます。今から行くのは、江戸川公園ですね。はい、だいたい上野からスタートしたので5キロぐらいの距離になります。なんかせっかく桜は満開なのにね、天気が曇りですよ、曇り。今日は想像より寒いですね。もっと暖かいかなと思ったんだけれども、でもなんか去年の桜見に行ったさ、筑波のサイクリングとかも結構寒かった記憶あるんだよね。寒い、やばい、坂とか寒い寒いな。でもさ、本当東京の素晴らしいところが、田舎に比べて自転車乗ってる方のね、ヘルメットの使用率が多いってこと、それはすごくいいことだと思います。私の今住んでるところはなんかクロスバイクとかロードバイクとかもう乗っててもみんなヘルメット捨てないんですよ。そうで、保険入ってるかも謎だし、こう見てるこっちからしたらヒヤヒヤしますね。久々のスニーカーね、なんかちょっと疲れる感じします。ウィンディングでね、走ってるとかなり楽なんだよね、坂とかもね、きっと。はい、ちょっと息切れ気味。あと 500m で着くみたいです。いや、5キロなんてあっちゅうまだよね。ほんと家の隣のコンビニ行くぐらいな感じですよ。ただ信号多いね、やっぱ都内はね。うん、思うように進まないかな。あ、炭治郎みたいな服を着たおばあちゃんがいた鬼滅見たことないんだけどね。すごい、ここが江戸川公園ですね。あ、OK、 自転車押して入れば OK っぽい。おお、やばい。てかもはや散ってない？満開はもう過ぎてたんですね。およし、すごー、うわー、すごいね、川から見た桜は。反対側は危な。はい、こんな感じですね。綺麗、空が天気だったらもっと良かったのにねわ、すごい綺麗、美しいね。これが日本の桜です。すごいね、これね。まあ、名残惜しいところですが、次千鳥ヶ淵に行きましょう。ちょっと下段下は
武道館近いんですけど、皆さんライブとか見に行きます？私はね、ライブ大好きなんですけど、武道館はね、日本人のアーティスト行ったことないんですよ。ちなみに私が行ったことあるのは、ノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーと、あとはストーン・ローゼズ、はい、のライブは行きました。ということで、皆さん、こちらが参加証明の千鳥ヶ淵になります。目の前に見えているのが武道館ですね。結構桜満開になっておりますね、皆さん。はい、ここは結構有名な場所ですよ。はい、エボちゃんと私、結構人がいっぱいいるのであんまりね、あれだけど、いやでもここはね、かなり規模大きいんですよ。この縁沿いずっと歩いていくと、向こうまで桜がいっぱい続いてるんですね。ちょっと行ってみる？はい、こんな感じでございます。どうしてもね、スマホってね、曇りとかね、暗いところが弱いんですよ。ちょっとね、暗く見えると思うんですけど、とっても美しい景色でございますね。ただ、こちらの右側の通路から桜のね、この咲いてる通路入っていけるんですけど、ちょっと自転車無理っぽいので、次のエリアに行きましょうか。はい、近い方はね、来てみてください。まあ東京住みの人はね、大体来たことあると思うんですけど、まあ海外に住んでる方ね、ぜひここは、かなりのおすすめスポットですので、ぜひね、この千鳥ヶ淵来てください。本当にこのお堀というか、この周りずーっと桜が続いておりますのでね、ボートとかも乗れるようになっておりますので、日本に来た際はぜひぜひ訪れてみてください。春の時期、はい、よろしくお願いします。じゃあ次に行きましょう。ね、恋の季節が始まりましたね。なんかオスとメスでラブラブしてました。っていうか久々にオス見た。カモってずっとさ、メスばっか見てたんだけど、あれオスは何、カモフラージュしてたのかな、色で。久々にオス見ましたけど、いっぱい2人でくるくる回ってました。そう、2匹になって池の中をくるくる楽しそうに回ってました、カモが次どこ行くのか言うの忘れてました。次目黒川ですね。はい、だいたい距離は9キロぐらいですね。はい、右ですので、まあ何これ、インタビュー中です。なんかテレビがなんか入ってんのかな、後ろ。え、何これ、急に暑いんだけど、うわ暑っ。何この空気、どっから来てんの、前この高級なドンキホーテからえ、何かめっちゃ高級なプラチナムドンキホーテなんだけど、マジかよ、ドンキホーテまで白金ーゼなの、やばいね。え、これ手前のここかな、これか。おー、すいません。ですね、目黒川、70m、あ、ここ、あ、ここだ。過ぎてもらった、よいしょっと。これが目黒川の桜でございます。ちょっとね、川沿いはどこも似てるように見えるかもしれないですけど、綺麗ですね。君はどうしてうつむいているんだい、桜なのに。他の桜を見てみれば、みんな上向いてるのに、なんで君は下向いてるんだい、とか言ってみる。
皆さん見てください、これが桜のトンネルでございますよ。めっちゃ美しいでしょ、綺麗ね。めっちゃ綺麗、綺麗、すごい綺麗。ちょうどいい時期にね、休み重なったので本当にありがとうって感じですよ。じゃあ次のサイクリング目的地というか次の桜行きましょう。レッツゴー。はい、なんか昔ね、あのスターウォーズのあのジェダイの、わかる、あのこのライトセーバーの動かし方をマスターしたくて、で港区にそれを教えてくれる教室があったんですよ。で私はライトセーバーを借りるんですよ。でももう常連になるとマイライトセーバーって作ってて、もう自分のライトセーバーね、そうすごい高いんだよ、5万とか10万とかしてたかな。だからすごいなと思って、どんな次元の話だよと。うちのお父さんさ、一応さ東京生まれなのにさ、あの茨城育ちなのね、あの高校生ぐらいから茨城だから、もう超なまりなまりっていうか、でお母さん出会った時はなんかすごい綺麗な言葉だったらしいけど、もう今なまり全開ですよ、誰にでも、うん、今もう茨城なまり全開だから。ここですね、うん、今までに比べるとちょっと少なめだけど、この小さいさ、ちょっとしたさね、桜もいいと思います、可愛らしくてね。あ、これだったんだね、全然気づかなかった。ここだったんだ、めちゃめちゃすごい綺麗だけど、見えるかしら。ここでしたね。全然しょぼいとか言ってごめんね、ほんと申し訳ない。綺麗ですね、これですね。これ地味にあのサイクリングロードらしいんで、まあゆっくりしか走れないですがね、ちょっとサイクリングしながら楽しめますね。よかった。いよいよ最後になりました。いやー今日ね大して走ってないからね。はい、ということでですね、上野は忍ばずの池の方もありますし、こっちのあのなんだ京成上野の方の桜もありますし、上野公園は全体的に桜があのいっぱいある公園となっております。あ、ちょっと中見ます。忍ばずの池の周りはこんな感じで桜がございます。こっち側はそんなに多くないんだよね。そうそう、はい、ということで戻ってきたんですけど、とんでもない人だね。やっぱこの辺で一番なんか広くて見やすいってなると、やっぱ上野なのかなって思いますね。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。本日は上野の公園の桜を最後にしてみました。めちゃめちゃ綺麗なのでね、よかったら皆さんも来てくださいと言っても、今満開なので、あの来年にはなっちゃうと思うんですけど、割とあの出店とかはあの他の地域はあのやってなかったですけど、上野は
やってるっぽかったので、まあ、そういうねちょっと祭り的なのを楽しめるのは、まあ、ここだけなんじゃないかなと思いますので、ね、よろしかったら皆さんも桜サイクリング来年やってみて、私が今日すごく楽しかった、うん、まとめてこんなに桜いっぱい見れたのも久々だったしね、去年はね川越とか行ったと思うんですけど、今年はねあの上野に来たということで、はい、今日は私は帰ります。この後ちょっとね、はい、仕事頑張ってやっていきたいと思いますのではい、ということで皆さんここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回のサイクリング動画楽しみにしてください。バイバーイ。